ワンチャンスは2013年のイギリスの電気映画。監督はデビッド・フランケル、出演はジェームズ・コーデンとアレクサンドラ・ローチなど。イギリスの人気オーディション番組、ブリテンズ・ゴット・タレントで優勝したことをきっかけに、世界的オペラ歌手となったポール・ポッツの波乱の反省を描いている。本作でのポッツの歌声は、ポッツ、本人の吹き替えであるが、 主演のジェームズ・コーデンは口パクではなく、発声とオペラのコーチであるカイリー・マーティンに正しい、呼吸を指導された上で実際に歌っている。2013年9月に開催された第38回、トロント国際映画祭で、初上映された。ウェールズに住むポール・ポッツは幼い頃から、いじめられっ子だったが、歌だけは得意で夢は、オペラ歌手になること。ガールフレンドのジュルズに背中を押されて、 夢を叶えるためベネツィアに留学したが、憧れのパバロッティに自信のなさを指摘され、君は一生歌手になるのは無理と告評されてしまう。失意の帰国後は、ジュルズと結婚し、アマチュア劇団の舞台に立つなど幸せをつかんだかに思われたが、その後は一転して、病気や交通事故など不幸が連続し、治療のための借金も抱えて、どん底に陥ってしまう。 そんな時、偶然インターネットで、テレビのオーディション番組の出演者募集広告を見た、ポールは、これが、最後のチャンスと応募し、妻ジュレズの励ましを受けて、番組の舞台に立つ。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、先が読める、お涙頂戴の内容ではあるが、十分に好感が持てる、ワンチャンスは、 明らかに控えめな目標を達成した、堂々と大衆を引きつける作品である。であり、59件の評論の内高評価は63%に当たる37件で、平均点は10点満点中5.5点となっている。メタクレティックによれば、18件の評論の内高評価は5件、賛否混在は13件、低評価はなく、 平均点は100点満点中52点となっている。ありがとうございます。